なら、皆さんお世話になります。はい、お世話になります、はい、よし、じゃあ行きます。はい、出発、はい、お願いします。お願いします。右に取る、はい、どこに行く予定？あ、なんか近くありますかね、ここら辺。どっちがいいかな。そこら辺は下調べはしてない。下調べはどこで買おうって決めてなかった。俺は黙っとくことになったと思った。あ、俺、助言はデクッとばって、ちゃんと下に行くかうなら肉の大塚とかあるんですよ。あ、近くに豊島に行けば。そんなに、まずいと思います。あとはその曽根さん家の近くでっていうならエッチア広瀬とか、マックスバリューとか。曽根さん家はそのままナビで行って途中であればと思ったんですけど。あるよ途中。ナビはよか、俺がもう言うて。あ、もうすいません、ちょっと随時すいません。早速言いよったよ、もう俺口出さんって。ケタロの今日の目標は何？今日の目標ですか、うん、今日の目標は、夜あれです。今日はあの夜町に行くんで、うん、その送迎まで送迎までして、うん、で帰りあの企画人までして水野くんの、うん、はい、うん、帰り着いたかまでして終わりです。おう、はい、みんな無事に送り届けるとこまで、送り届けるまで、はいですね。バーベキューの目標は？バーベキューはどう、今日はどうしようかな。肉をちゃんと焼く、炭を起こすですかね。炭を起こすはもうしようっすよ、これ。あれ、炭を起こしたかったんですけど。ああ、そう、はい、ちょっといつもバーベキュー呼んでもらうときにいろんなところで洗い物しかさせてもらえない。洗い物とか材料切ったりとか。ああ、材料切ったりのがせなんだよ、ちょっと行ってからさっさっさってせなんけ、はい、その間に炭とか起こしてやりよらすって思うな。今日ちょっと内田さんへのサプライズ、うんうん、ちょっとのメニューをケーキは買ってこいって言われたんですけど、ああ、他にもちょっと焼きリンゴを作ろうかな。焼きリンゴ作る。おう、もうリンゴだけ買ってきて。おう、何それ、バーベキューの炭で焼くってこと？アルミホイル巻いて。はあ、はあ、はあ。え、宇治さんなんかあるんですか？宇治さん今日は誕生日、30歳。ああ、え、ちょっとサプライズ。焼きリンゴを吸い取らすと。あ、ちょっとわかんないですけど。バーベキューケーキで調べて。そうしたことあったよね。あの無残な結果にならんよね、それ。質問がなくて。大丈夫か？見た感じだと2つに割って焼くだけでよ。大丈夫か？あとバター乗せたら完成。ある意味サプライズっていうことにならんとね。逆サプライズにならんとね。そうツッコミが入るパターンじゃないとね。なんかサプライズは考えとってるよ、ね。まあ、うん、やってみなすよ。ケーキだけ買うのもまあ、まあそうね、味気ないから。まあ、まあ、ちょっとサプライズ。それなんでケンタロウにもう一任されとったの、サプライズの内容？いや、内容は自分で決めて、なんか用意しとってってやる。だけどケンタロウが全部決めとった。はい、焼きリンゴ頼んだり、そしてリンゴケーキ。それで盛り上がるかどうかは想定してるよね。盛り上がると思うんですけど、なんか、まあ、美味しいって言ってくれる気がするんですけど。わかった、楽しみにしてる。まるまる1個買ってきたんで。あ、リンゴバ？丸々もう買ってきた。はい、買ってきました。はい、可愛いって言ったのに。ってみゆちゃんが、はい、あたふたして。みゆちゃんの前で言うけんだわって。気に入ってやらしたと。あ、どうですかね。あ、イケメンって言われました。おお、いいな。いいね。水野くんも負けられんね。ココリコの沿道みたいって言われました。ああ。一応褒めたつもりじゃあるみたいな。あ、そうですね。ココリコの沿道がイケメンって思ってますみたいな。これイケメンじゃないですか。そうね、自分が初めて言われました。水野くんなら眼鏡外していくかな。すいません、眼鏡外したらちょっとかっこよさが目立っちゃうので、うん、まあ、今日はちょっと抑えめで先輩方立てるために眼鏡かけていくんで。あれ、地味でも暑いです。暑かろ、暑かろ。風吹いてるだけ。そうだろ、強風吹いてるだけ。見てこれ、涼しくないです。これ見えるかな、これ。
ほら今20度まで下げとったけ。これで全然暑いて相当だけんこれ。やっぱケンタロウの車違うわね。ボロいですね。ボロいとかいう問題じゃないけんこれ。整備がしてないとかよこれ。お、お、いいね。ありがとうございます。あ、涼しい。ケンタロウの車と全然違う。すいません。涼しい。すいません本当。全然冷房じゃない。こっちに来た。あ、いい。飲み物担当って書いてあったろ誰か。ほら飲み物買い出し、園田うちだって書いてある。じゃあ肉だ、ちょっと食材だけとりあえず。一応見とらん。大丈夫か？そうですね。いきなりここに来る。これは。いきなりここに来るっていう。とりあえず泊まりよった。ハンバーグとか大根。5キロ間なので、うん、牛豚鶏を2:2:1。ほう。なので牛は2キロ。ほう。買おうかなと。はいはい。で、うん。まあいろんな肉も楽しみたいって考えれば、ね、こればっかりだったらね。あ、これ3パックでなかなか答えていくと。そうですね。焼きそばは横張って鉄板があるかたい。鉄板はないかな。山田さん結局焼きそばされるんですか。いや鉄板がないけんダメダメ。じゃあケンタロウケーキも買わなんて。ケーキ買わなんのにもう今3時12分です。3時半に行くって言ってます。どうかな。絶対間に合わんって思うけど。絶対間に合いますよ。キャベツ。体調大丈夫ですか。大丈夫です。 あとは野菜買うだけなんです。大丈夫ですか。刺さった。今のうちは思い出す。食材は、はい、あとは内田さんのケーキを。なんて俺と合流する前に買ってきてって書いてあった。すいません。はい、見とらんたろ。またそこら辺。はい、すいません。俺それ見とらんけど、個別にこれが必要ってやんの。その前にはそうですね。わかりましたって言っとんじゃん。わかりましたって言っとんじゃん。そうです。いや、ノブを拾う前に購入よろしくってケーキ書いてあるじゃん。拾う前に。大丈夫か。見たらそのタオルなんて書いてあった。はい、そのタオルなんて書いてあった。山味噌醤油。山味噌醤油。やっぱセンスがねえ。それをチョイスしてくっていう。ほら、一袋余ったじゃん。そがん詰め込まんでも。ゴミ出た時のやつ。ゴミ出た時、それ出した後でもよかもね。それでもできますね。あっち、やべえ。大丈夫？ちょっと、またこのケンタロウのクーラーが効かない車に乗らなんすかい。すいません、ちょっと。して、クーリッシュが動きっぱなしだ。ああ、わ、ぬくいクーリッシュだ。あ、まだ大丈夫。口つけてるんで、もう雑菌だらけかもしれないです。大丈夫。どう？ぬるい。いや、最後の方は。あ、よかった。ケントロさん。
あ、ちょっと待って、あ、はい、前の方から順番にお伺いしてみます。水野くんニヤニヤしょっぱい、ニヤニヤしょっぱい顔が。YouTube 見てニコニコしようで。YouTube 見てニコニコする。もう日常茶飯事ですよ。あ、そう。はい。家で YouTube ばっか見ようと。YouTube 結構見ます。おお。テレビ離れが激しいんで。